はい、ぐーちゃん、おはようご飯な。やってもだわ。よし。私が眠る前に本日は何日2月28日ということで、抽選も終わって48番です。今日の狙いは、花火の据え置きを狙おうかなと思ってます。というのも昨日がそもそもイベントでして、そこの据え置き示唆っぽい店内のポスターがあったんで、花火の狙い台2台ぐらい作ったんで、とりあえずそれを今日は実践していって実践していきたいと思います。それでは行ってきます。おっす。2月負けました。1月に続いて、いやーきつい。1月はマイナス3197円、そして今月がマイナス19000。今年に入ってちょっとね、前役やからかな。前役怖いね。皆さんどうでした前役ね。今日一軒目をね
まあ、前回の同じようなイベントの時はまあ5積もって結果的には負けましたけど、5があるんだ、しかも正義だったっていうわけで行ったんですよ。でまあ結果的に今日は、まあ、あるかもしれないですけどね、そんな全然回してへんから。ただあの店内の状況やったらもう常連さんがいないってことはやっぱりもうそういうことやと思ったんで、まあいい判断やったかなと。移動しました。傷口は一応最小限に抑えたつもりですけども、それでも550枚使ったと。でこっちに来てプラス70枚ですけれども、ここに来た理由っていうのは、近隣店舗今日があのイベントがありまして、でここの店舗は日のイベントなんですね。でなんか知り合い情報で、明日は近隣店舗さんに対抗するんでぜひ来てくださいねというようなメッセージを受け取ったみたいなんですよ。なのでこっち側がもしかしたら、まああるんかなと。もしかしたらありますけどね、花火も1台バカみたいに出てるのあったんで、まああれこの設定かもしれないです。ただやっぱイベントが昨日でデータ見たらやっぱ出てたんですよ。だからまあ今日も昨日と一緒ぐらい出すってのはちょっと考えにくい。だから花火も、まあ、1台は入れてるんだろうけども、それ以外も入ってるんかってちょっとやっぱ考えにくいってとこで、割は絶対下げると思うんでね。でジャグラーも全体的に見回したら、まあまだ3時前やけどちょっと弱いんちゃうかなっていう感じやったんで、今日はもうこれで諦めます。お店移動してもいいんやけど、お店今から移動するイベントがある店って言ったらもう今から1時間弱かかるからね。着いたら4時前でフル稼働、空き台ないっていう状態やったらもうアホらしいんで、帰って動画作ろうと思います。はい、というわけで、2月もマイナスでなかなかね厳しいですね。くじけずに頑張らないとってとこで、3月はプラスを目指してやっていきたいと思います。はい、来月も一つよろしくお願いします。ズリでーす。ありがとうございました。